朝倉未来が社長を務める格闘技エンターテインメントブレイキングダウンで体重150キロ超ラガーマンとして活躍しているノッコン寺田が14日までに自身の X を更新。道着を着用した空手選手とのスパーリング映像を公開した。ノッコン寺田はブレイキングダウン9で暗黒肉弾魔人ボブサップと対戦。圧倒的な力の差を見せつけ勝利している。この日は朝青龍逃げんなよとスパーリング映像を投稿。空手選手を一方的にボコボコにする様子を披露した。第68代横綱として活躍した朝青龍は2017年アベマ朝青龍を押し出したら1000万円に登場。サップや泉博士らチャンレンジャー相手に8連勝し1000万円を守り抜いた。格闘技イベントライジンではモンゴル出身選手の乾杯で控え室でブチギレ。ファンを戦慄させていた。この投稿にネット上ではさすがに朝青龍はやばい、朝青龍舐めたらあかん、ノッコン三世、横綱になってた人は強いぞ、大怪我するかも、などの声が上がっていた。ノッコンさんは体格にも恵まれ普通の一般人ではすごく強いやろうけどドルジは無理。普通に張り手で一発で終わる。ドルジの瞬発力は現役時代トップクラスやったから。普通にネットの生放送でリアル事故になる。ノッコンがベンチプレスで200キロ上げてるのを YouTube で見た。自分も筋トレしているがベンチ200キロを上げるということがどういうことかわかるからノッコンの凄さはわかる。さすがラグビー元日本代表。しかし朝青龍との格闘技対決はまた別次元の話になってしまう。もし朝青龍がベンチ200キロ上げれなかったとしても殴り合いで朝青龍がノッコンに負けることはありえないと思う。朝青龍には何のメリットもない戦いですが、ファイトマネーが良ければ検討の余地はあるかもしれませんね。1分程度の短い期間ですが、相撲はほとんど10秒以内で勝負は決まってしまうので、1分間をどれだけ耐えられるかが鍵でしょう。エンタメだとしても喧嘩の延長みたいな人が一つのスポーツを極めたレジェンドに対して逃げるなよみたいな煽りって見ていて痛いな。横綱になるのにどれだけ努力したと思ってるんだろう。土俵が違いすぎる。日本人元横綱なら絶対にやらんやろな。お相撲さんは現役はルールによっちゃ無敵やろうけどブランクが年々増していく気がする。トム・ブラウンの道夫と対戦してほしいな。キックボクシングのルールで自分が勝てそうな相手を選んでますよね。一方的に対戦要求してそれで逃げるなとかおかしいですよね。せめて相手の土俵で戦ってもらいたい。ノッコンくらいの相手は慣れてるだろうから張り手一発で戦意損失させられると思うよ。それならばヒョードル対朝青龍の BD ルールとかが100倍みたい。朝青龍は体と気持ちが半端なく強い。国を背負ってる元横綱は本当にヤバすぎる。セキュリティが喧嘩を止めれない可能性あり。